皆さんこんばんは、マリサだよ。皆さんこんばんは、霊夢やで。今回はこれ、 V ブラザー。そうだね、超電磁マシーンボルテス5のお話だよ。オッケーや。1977年6月から翌年3月まで全40話。監督はコンバトラーブーの長浜忠夫。キャラクターデザインは聖ゆき。長浜三部作の2作目やな。聖ゆきがキャラデザなんやな。知らんかったわ。そう、聖ゆきは漫画家。代表作に超人ロックなどがあるね。せやせや、超人ロック。でもボルテスって聖ゆきっぽくないような気がするな。聖ゆきはキャラクター原案として参加。こんな感じだったらしいね。彼のキャラクターは後の DVD ボックスの箱絵に使われてるね。そうそう、こんな絵や。アニメの絵とは違うけど、これもええな。コンバトラー V 同様、東映企画、制作は総映社。オッケーや。ボルテス5はこんなロボだよ。身長58メートル、体重600トン。こんなサイズ感だね。コンバトラー V よりちょっとだけ大きいな。まあ前作よりさらに強そうにせんとな。主な武器はこんな感じ。チェーンナックル、ボルテスバズーカ、超電磁ストリング、超電磁ゴマ。超電磁ゴマって、超電磁ヨーヨーみたいやな。コンバトラー V と似てる技も多いよな。そして、天空剣。必殺技。天空剣、V の字切り。〇〇剣〇〇切りの元祖と言える技。そういえば、後に続く戦隊ものの必殺技って、そんな感じの名前だったな。バトルフィーバー J の電光剣から竹割りとかな。さて、登場人物を紹介したいんだけど、この作品って、血縁関係が多くて、ちょっとややこしいので、まとめたよ。こんな感じ。おう、たくさんおるな。とりあえず、ラゴールがモテモテなのは理解したで。そう、まずはこの物語のキーマン、ラゴールこと剛健太郎。彼の行動から、物語は展開する。おう、ええー、で、初めてや。地球より1万4000光年離れたボア三世。次期皇帝候補、ラゴールは、角が偽物だと、ザンバジルに暴かれ失脚。ロードへと落ちる。角が生えてないと、貴族でいられんからな。大変な世界や。引き裂かれた妻ロザリアはすでに身ごもっていた。ハイネルを難産の末に産むが、それがたたって間もなく死去。これや、ここがポイントやな。ロードへと落とされたラゴールは、反乱を起こすが失敗。ボア三世を脱出。地球へ落ち延びる。ラゴールは、科学者ゴーミツヨに救われ結婚。ゴーケンタロウを名乗り、三人の子も受ける。ボルテスのメインパイロットゴー兄弟となるね。長男以外あんまり似てないのかな。ゴーケン1、15歳。ボルトクルーザー担当。射撃の達人。気真面目な性格。ゴー三兄弟の長男やな。主人公でええんかな。弟たちには結構厳しめだったよな。ゴー大二郎。ボルトパンザー担当。砲術をはじめ格闘技全般に長けている。自慢やな。西郷隆盛のファンだから鹿児島弁ってものなかなかや。ゴー日吉、8歳。ボルトフリゲート担当。機械いじりと水泳が得意。日吉、かわいいな。ゴーケンタロウこと、ラゴールはボアザンからの侵略を予感しボルテス5を建造する。なるほど。一方、ボアザン帝国ではラゴールを失脚させた、皇帝の目かけの子、ズザンバジルが皇帝になっていた。いかにも仲をしとるな。ラゴールは地球にいることをザンバジルに知られ、戻ってこなければ地球を攻撃すると脅される。仕方なくボアザン聖域艦。なるほど。それで離れ離れになるんやな。王子ハイネルは、裏切り者の子と後ろ指を刺されるが、皇帝への忠誠を証明すべく、地球攻撃司令官として任地へ赴くこととなる。ドラマチックや。さすが長浜やな。残りの二人は？ミネ一平、15歳。ボルトボンバー担当。全米ロデオチャンピオン。ラゴールに協力してボルテスを作った浜口博士の孫やけど、その点についてはあんまりフューチャーされんかったな。岡恵、13歳。ボルトランダー担当。岡防衛長官の娘。忍者。健一や、一平より年下だが、お姉さん的存在。忍者だけあって、戦闘能力は高いよな。タイマンなら一番強いんやないか？大人っぽいし、13歳とは思えんな。ボアザンガは、リーカザリーン。ハイネルの叔母の娘で共に育ったハイネルを愛している。科学者。なるほど。ルイジェンラル。荒々しい性格だがハイネルへの忠誠心が高く、職務に忠実な軍人。チリリワはかっこよかったな。ドズール。重視の製造を担当する科学者。
皇帝がハイネルの失脚を狙い送り込んだスパイ。後任のベルガンは弟という裏設定もあるみたい。どっちも悪い顔や。さて、この物語は豪兄弟が父であるラゴールの存在に翻弄され、再会するまでのストーリーがメインとなっているんだ。そやな、父を訪ねて三千里や。しかしその裏では、こちらもラゴールの息子であるハイネルの物語が非常に丁寧に語られている。そうや、父親は裏切り者扱いやし、母親おらんし、味方からも狙われたり、大変や。そう、ハイネルは過酷な幼少期やその後の扱い、皇帝から疎まれ厄介払いのように地球攻撃司令官として、知らぬまま兄弟たちと戦うことになる。せやな、切ない。ハイネルの失脚を狙う政敵たちからの暗殺の危機にさらされながらも、側近と共に、乗り切っていく。それでもボルテスを倒すことはできず、地球攻撃司令官は解任。それでもカザリーンなどの働きにより、ボア残政に帰還。ロード反乱のリーダーは父、ラゴール。ゴーケンイチは父からの命を受け、ボルテスで貴族側の大砲を投げ倒し、壁を打ち壊す。ボルテスを先頭に反乱軍が攻め込むシーン。なんていうか、ちょっと怖いよな。圧倒的な強さで蹴散らしていく感じとか。帝国は絶体絶命。逃げ出す貴族らを尻目に入れるは、帝国に残された守護神ゴードルに乗り込みボルテスとの最後の戦いへ。これ、ハイネルが主人公なんじゃ。そして、最後の最後で、ゴーラとの関係を知る。このあたりの演出は、もはやロボットアニメの枠を超えているね。必見です。アニメ史に残る名場面やな。芝居も素晴らしい。ぜひ本編を見てほしいな。一連の流れは、フランス革命がモチーフ。長浜は後に、ベルサイユのバラの監督も務める。なるほど。そう言われるとまんまやな。長浜はボルテスでプリンスハイネルという、完璧な悲劇の美形的役を作り上げることに成功。狙い通り中高生へのインパクトは大きかった。せやな、ハイネル、敵ながらかっこいいで。ちょっと未確認な情報なんで、こんな話もあったらしい。くらいで聞いてほしいんだけどね。なんや、言うてみや。1977年、あるアニメのファンクラブ主催の上映会イベントが行われる。へぇ、そんなことしてたんやな。その日は、ちょうどボルテスの第1話放送日。長浜は、自腹で現像したボルテス第1話のフィルムをイベント会場で同時刻に上映。なんやそれ？アニメファンに、新作のボルテスを見せてやったってこと？そうだね。長浜は、ライディーンのあたりから、ファンの存在を意識し、大切にしていたんだ。なるほど。確かに子供向けやし、おもちゃが売れるのが一番の目標だったロボットアニメだけど、ファンクラブ作る層はまた別やもんな。そう。まだまだ確立されていなかった、アニメファンというジャンルを認め、その文化を育てた立役者こそ長浜だったんだ。ええ話聞いたで。ちなみに前半は、富野義行が演出として参加してるんだけど、後半はザンボット3の制作が始まったから降板したんだって。そうか、ザンボット3か。あれもすごい話やったよな。長浜の影響もあったのかもしれんな。前作コンバトラー V では、友との友情を書き、今作では、父と子の愛をテーマした。せやな、三兄弟がお父さん絡みになると、冷静でいられなくなる様を見ていると、いつもハラハラしてしまうんやがな。さらに差別の問題や、そこからの革命と、非常に深い物語を書いた作品だったね。長浜ロマンロボット、ここに極まりって感じやな。今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうやで。チャンネル登録してくれると嬉しいで。それではまた。またねー。